こんばんは。イカス作家天国、略してイカ作、 MC を担当いたします、作家の坪田瑠衣です。そして作詞家の赤月のり子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとね、先々週なんですけど、作詞家の及川猫さんっていうね、エヴァンゲリオンの残酷なテーゼとかそういうので、まあ大体1000曲以上書かれてる作詞家さんがいらっしゃるんですけど、その及川猫さんがですね、こんなちょっとツイートをされてまして、皆さんにちょっとご紹介したいなと思います。どこにもぶつけられない自分の思い、誰にも伝えきれない胸の痛み、それらを刃にして人を傷つけるのではなく、詩や歌に変えてくれる人が一人でも増えればと願ってる。手のひらにある刃で自分の胸を引き裂いて、溢れ出る気持ちを言葉にしていく。書くことで救われる。私がそうだったからってことでね。今なんか何していいか分かんなくて、ついこう人を傷つけちゃうみたいな人が多いけど、それをちょっとベクトル変えてね、作品を生んだり、自分の思いを言葉にして書いてみるとかね、そんなことで救われることってあるんじゃないかなって。本当に僕この猫さんのツイートにちょっと感銘を受けたんですけど、いや本当皆さんもだから、いろんな日々の生活の中でね、こうちょっともやもやたまると思うんですけど、そんなのをちょっと言葉にするだけでね、なんかこう生まれてくる感情とか、新しい物語というか、なんかもう一つ自分じゃ気づけなかった何かその道がね、あるよ、光ってそこに存在してくるような、具現化してくるような気がちょっとする、そんな坪田なんでございますけれども、今日はですね、はい、ゲスト、素晴らしいゲスト、来ております。コピーライターで作詞や企画など、言葉の力を軸にコンテンツを作られている、この方です。コピーライターの阿部光太郎さんです。どうぞ。お願いします。ありがとうございます。阿部さん、ようこそイカス作家天国へ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい嬉しいです、今日来れて。いやいやいや、こちらこそですよ。ありがとうございます。もう僕はもう大好きです、ね、安倍さんのこと。いやいや、そんな、なんでですか。こんなにね、若くしてね。いや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 。安倍さんのそのツイッターとかを拝見してると、もうね、あ、この人、多分言葉を好きで、言葉を嫌になり、はいはい、また好きになったりしてる、その波があるような、本当そういう方、言葉、ね、見たくないぐらい言葉好きになった時期、なんか言葉と接してた時期があるんじゃないかなぐらいの人だったんで、ああこういう人に会いたいと思って紹介してもらったんですけど、ということでですね、まず皆さんに阿部さんのことを知ってもらうためにですね、はいはいはい、今日阿部さんに阿部光太郎さんの成分表というのを作っていただきました。はいはい、お願いします。こちらです。じゃじゃん。はい、はいはいはい。これはそうなんですよ。自分がどういう、はい、こう人生を辿ってきたかっていうのを分かりやすくちょっと円グラフにしてみたんですけど、はい、読書少年っていう、読書少年ですよ。そうです、僕すごいネクラで全然友達がいなかったんですよ。でそれで意外、もう中学生ぐらいの時とか本ばっかり読んでて、爆笑の太田さんとかも結構友達がいなくて、結構ずっと一人本を寂しく読んでたみたいな話されますけど、そんな幼少期というか、そうただなんか自分を変えたくなったというか、友達が全然いないっていうのとかに、当然ながら自覚してて、卒アルを作るときに、ほいほい、なんかこうみんなで写真を集めるじゃないですか。あ、はい、なんかこう2ページ作ろうみたいな。その時に俺どこにも写ってないっていうことに気づき、いやこれやばいな、誰の思い出の中にもいないなっていうことに気づいて、ちょっと変わりたいと思って、でちょっとアメフト始めたんですよ。それがこの2つ目のアメリカンフットボールです。でもなんでそのたくさんのこうスポーツがある中、アメフトを、なんかサッカーとかバスケみたいにこうみんなが通るスポーツだと、なんか自分が変われない気がしてて、ちょっとなんかより想像もつかない世界にもう飛び込むしかないみたいな。確かにアメリカンフットボールは想像つかないですもんね、なかなか激しくガツガツぶつかり合っててっていう世界に行かないと、なんかこう自分がものすごくなんかもう友達がいない、もう一人きりみたいな、一人ぼっちみたいな、だってそれをなんか変えるために極端な世界に飛び込んでみようっていうので、なんかアメフト部が唯一あったんで、そこに。結構阿部さん背も高いし、ガタイもいいじゃないですか。はいはい、阿部さんはアメフトを始める前、ネクラ時代というか、ネクラ時代、も
ガタイは背も高かったんですか。この今の183センチぐらいあるんですけど、ね、はい、183センチでもう体重70キロぐらいのひょろひょろっていうか、もう細い、あ、ガリガリだったんですけど、もうそれがだんだんアメフトやって体もちょっと太くなってっていう、あ、最終的には100キロぐらいになりましたね。へー、すごい太って大きくなって。それでなんかなんでコピーライターやってるかっていうふうなところで言うと、はいはいはい、まあ、会社にあの広告の仕事をしたいと思って広告の会社入ったんですよ、はい、なんかアメフトで感じたこうみんなが一つになる一体感みたいなものが好きで、一体感ね、一体感、テーマは一体感、一体感です。それで言葉の仕事、あの広告会社入って、で会社に入って最初人事に配属されたんですけど、はい、なりたいと思ってコピーライターになって、ああ人事から試験を受けて、おお、言葉を扱う仕事をなんかしているうちに、あのコピーだけじゃなくて音楽で作詞するみたいな、そういうとこまで自分がなんかこうはみ出しちゃってた、はみ出してきたっていう感じですね。なるほど、はい、ちなみにあれですね、あの、はい、今ご覧になってる皆さんは安倍さんので、ちょっとまあ安倍さん何回もこすられてる話なんですけど、安倍さん、あの当時の、はい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 、今でしょの安倍さんですからね。今です。いやもうあのそうなんです、あの林修先生の、あの今でしょ、あの東進ハイスクールさんのコマーシャル作りを担当させていただいてて、で何十時間も見てるうちに林修先生がおっしゃられてた言葉を、まあ、偶然ながらそこにこう、まあ、見つけることができたというか。いやすごいですよね、まあ、でも結構やっぱチームワークっていうのが大きいですね。自分一人がっていうかは師匠と、まあ、そのチームで、うん、面白いってなんか思ってたのがみんなが知る言葉になっていく、まさしく一体感を感じる時間でしたね。あの今日のキーワードですね、はい、ちょっとコピーライターの話 ね、ちょっと短くなっちゃってね、あれですけど、いやそのコピーライターをしつつ、うん、作詞家をされてるじゃないですか、はい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 、作詞、コピーライターで作詞もする人っていうのは結構多いものなんですか。それで言うと、あのいないわけではなくて、やっぱこう会社の先輩とかでも結構そういう音楽の仕事で、まあ、コマーシャルソングを中心にアーティストに歌詞を書いてたりする人もいるので、ああそうかそうかそうか。それでですね、ちょっと僕あの今日あの、はい、あるですね、音楽プロデューサーで作詞家をされているゾップさんという方が、はい、あのこれからの作詞家像というインタビューで、はい、こんなことをちょっと言っててですね、はいはいはい、なんと安倍さんのことについて言及されてまして、はい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 、ゾップさんが以前は作詞で物語を作ることを求められがちでしたが、うん、最近は一行一行にキラーワードを入れてほしいというオーダーも多いと、はい、でそんな中で、インタビュアーの方が、うん、確かに日本のポップシーンにおいても、向井太一さんのフライに安倍光太郎さんが参加したり、はい、コピーライターが歌詞を書くことも増えていますよねと、はい、その時にゾップさんが今後はセンテンスを重視するようになっていって、安倍さんのようなコピーライターが作詞家として活躍することも増えていきそうですと、はい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 、おっしゃってるんですけど、どうなんですか、この一行一行にキラーワードを入れてほしい、はい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 、そういうことはやっぱ増えてる、うん、なんかそのオーダーとしてそういうふうなあのオーダーを受けるというよりかは、結構その相談をされたと、はい、した時に自分がなんかそこに参加させていただく意味は何なんだろうっていうふうなことを思って、うんうんうん、コピーライターだから一行一行の力強さっていうのを、まあ、そこにあの練り込んでいこうっていうので、まあ、そのサビの部分の一行のフレーズとかを絶対こう耳に残ったりとか、あの心にずっと忘れられないようなフレーズにしようっていうので、あの考えてましたね。やっぱ違うね、僕もその過去に作詞ってしたことがあるんですけど、はいはいはい、やっぱり物語をね、うんうんうん、考えがちですよ、やっぱり僕みたいな仕事のものは、うん、はい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 、うん、安倍さんのそのキラーワードっていうのはなんだろう、すごい難しいと思うんですけど、どういうものがキラーワードになりうるものなんでしょうね。そうですね、なんかこうその一曲に対してキャッチフレーズをつけるような気持ちでその歌詞のサビとかを考えるっていうのをしてるんですけど、結構耳に残る言葉っていうのが、うん、いいなと思ってて、それがなんかよくゴロッとした言葉っていうような言い方をコピーライターしてると、そういう話も大事だと言われるんですけど、でフライっていう曲で言うと、はい、向井太一さんと一緒に作らせていただいた曲だと、あがきもがいて飛び越えていこうよっていうサビなんですね、はいはい、でそこのやっぱりあがきもがいてっていうキーワード、まあ、本当にそれがたった7文字なんですけど、ものすごく耳に残る、なんかこう普段聞き慣れないけど、うん、確かに、それが言われた時になんか
ゴロッと自分の心に残るみたいな、そういうキーワードを選ぶようにしてますね。なるほどね、あがきもがいてか、確かに確かに、そうそう、なんか残りますよね、うんうん、それでまあそんな阿部さんと一緒にこんなことをちょっとしたいと思います。はい、I love you をどう訳しますか。夏目漱石が I love you を月が綺麗ですねと訳したっていうのは、はい、まあ、結構皆さんも有名でご存知だと思うんですけど、うん、2018年の今のあなたなら、はい、その I love you を何と訳しますかということをちょっと皆さんと一緒に考えて遊んでいきたいなと思うんですけど、はい、ぜひお願いします。これは阿部さんが主催されている企画で飯を食っていくという講座の課題なんですね。はい、そうなんです。僕が連続講座を半年間の立ち上げてやってるんですけど、はい、そこの言葉の企画っていう題して講座でそのテーマでみんなに考えてもらってて、これねちょっといくつかね、はい、その多分講座 で、ね、出られた言葉をちょっと、今ここに書いてあるんですけど、はい、例えばですね、今会えない、はい、あなたのこともっと知りたいんですけど、うん、卒業したから生徒じゃないです、うん、ちょっといいですよ ね、 いいですね物語がある半分子にしようか、うん、これすごいっすね。そうですね、いいっすね、うん、I love you じゃない言葉って日本語にこんなにあるんですね。阿部さんはそういう時になんか僕はこんなことを考えましたみたいなことをちょっと生徒さんたちというか講座の方々に伝えたりするんですか。伝えて、これまで自分が考えてきたことでいくつか伝えてて、例えば無意識、愛とは無意識みたいなところで、昨日もまた夢に出てきたよみたいな、あーいいいいですね昨日もまたっていうのが大事だったりとか、あとなんかその食のシーンで I love you って多いんで、あなたといる時はお酒が好きですとか、あーいい、そういうような、素晴らしい、そういうような、ということでですね、はい、ぜひこれを今こんな感じです、ご覧の皆さん、全然ハードルは高くなくて構いませんので、ぜひぜひ、ぜひコメントでですね、あなたの I love you 訳してみてください。はい、あ、マッツーさんが、くれてますね、どの映画でもいいよ、あー、なるほどね、そう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 、そういうのあるよね、そうそうそう、この映画しか見たくないじゃなくてね、はい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 、はい、なんか目的が映画を見ることじゃなくてあなたと一緒にいることですっていうのが、そういう、分かる、分かりますね、ありますよね。チョコタンさん、パス欲しい愛の、あー、いい、あ、いいじゃないですか、これはこれでもう全然一つのね作品になりうる。あ、ナオリンさん、サッカーで言えばナイスアシストしたいですよね、なるほど、あーあれです、正直この後次のコーナー行きますけど、浮かんだら皆さん書いてください、書いてください、ぜひ、それで最後に決めよう、そうですね、最後に阿部さんと浅月さんと僕がそれぞれ選ぶ今日のナイスアイラブユーを、はい、決めます決めたいと思います、ぜひぜひ、ぜひぜひ、まだまだ書き込んでください、ありがとうございます、待ってます、あ、待ってます、本当待ってます、はい、ということでですね、はい、そもそも、まあ、このイカス作家天国は、うんうん、いろんなその音楽方面のクリエイターをですね、はいはいはい、の、ためにあるオーディションということで開いているんですが、はい、阿部さん、ここにも音楽ってありますか。ありますね、ちょっとこの音楽の話をしつつ、はい、そうですね、僕が本当に何て言うんでしょう、音楽と出会ったのってなんか友人がすごくこのバンドいいよとか、はい、このアーティストいいよっていうところに自分も聴くようになって、その音楽の世界にこうどっぷり入っていくことができたんですよ。でそこでの出会いを通じて自分がじゃあ作詞の手伝ってほしいですとかっていうような機会をいただいたりとかしたんですね。だからなんかそのちょっとそのクリエイターを発掘するためには、まあ、どうすればいいかっていう、はいはいはい、お題をいただいた時に、なんかこうご本人がめっちゃやりたいっていう人は絶対なんかもうすでにいろんなところにエントリーしたりとか応募したりとかっていうのは、そうですね、行動をね起こしてると思うんですけど、うんうん、意外になんか眠ってる才能とか、そうですよ、言葉のなんかこう面白いこと言ってるけど、うん、まさかなんか自分が作詞とかコピーとか書くっていうのをまだまだなんか自分ができるって思ってない人も多いと思うんですよ。なので僕は発掘するためには次戦だけじゃなくて他戦っていうのがすごく大事な気がしてて、今日のちょっとキラーワード出ました、他戦も必要、他戦も必要、だから周りの方とかであいつなんか言う言葉とかめっちゃ面白いみたいな、そういう人がいた時になんかちょっとやってみなよとかっていう声をかけたり背中を押してほしいんですよね。いや、わかります、うん、ちょっと一瞬だけ僕の話しても、もちろん、もちろん、僕
友達とそのお芝居を始めたきっかけって、はいはい、最初演出だけがしたかったんですよ。あ、はい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 、本は別の人に頼ん、うんうん、友達別の女の子の友達に頼んだんですけど、はい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 、その子がやっぱりなかなかこう書けなかったりとかした時に、うんうんうん、その一緒に芝居やろうよって言った当時の仲間がもう坪田書いてみろお前なら書けるだろうって、はい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 、いい、その一言がなかったら、はい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 、多分僕は書かなかったと思うんですよ、はい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 、そういうことですよね、ま、その多選ですよ、だから僕は多選の男だったんです意外に本当そうですよ、そういうちょっと やってみようよとかやってみたらいいんじゃないみたいな、その一言の影響のでかさあるじゃないですか。なるほど、僕はそっちも結構巻き込んで皆さんと見つけていけるといいんじゃないかなと思いますね。いいですね、いいね、いいですよ。今のことに関してはですね、はいはい、なおポンチョさん、はい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 、多選も必要っていいワード、多選も必要、うん、はい、とヤギちゃんさん、きっかけが大事、はい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 、なおりんさん、背中を押してもらうの大事ですよね。これあれですよ、今ご覧の皆さんもあのもちろん多分皆さんツイッターとかもやられてると思うんですけど、はいはい、ツイッターでね、うん、こう見ててあの人意外とこの一言おもろいとか、ね、おもろいとか、なんか、うん、あの人意外と詩人だなみたいなことってあるじゃないですか。そう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 、いい言葉をチョイスするなとか、そういう人はその人にもこうその人の背中を押しつつこっそりあの僕にも教えてくれませんかじゃあもうちょっとこれ難しいかもしれないですけど、一個だけ僕どうしても聞きたいのは、はい、安倍さんはこのこれから先、今一番もう安倍さん大活躍されてる中で、はい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 、自分が一番っていうのは当然だと思うんです僕らは、うんうん、なんですけど、もしこんなクリエイターがいたら面白いなとかいいなっていう人ってどんな、なんかいますか、そういう人。なんかこういろんな作り手の人がいるし、いろんなクリエイターの人が今いると思うんですけど、ものすごくこれから大事になっていくのは、なんかこう発信のこう真の字、はいはいはい、そこにやっぱ信念がすごくあるかどうかみたいなすごく大事な気がしてて、信念で、その、まあ、信念って結構大きいキーワードなんで何かなって思う人も多いと思うんですけど、その人がなんかこう大切にしてるものとかっていうのがなんかにじみ出ちゃうような、あの人ってああだよねみたいないうふうに、あのなんか背負ってるものがありそうな人っていうのが結構その長く長く活躍されていく人のイメージがあるんで、これすごいです、うん、もう前回ね鶴の会を見てくれた人は思って、はい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 、うわって思うかもしれないですけど、はい、その鶴の君もその自分を信じて自分です、僕ですっていうね作品を作るクリエイターがこれからいいんじゃないかと、何か誰かにこんなものが面白いからっつって乗っかっていくだけじゃないんじゃないですか、うんうんうん、まずはその自分の信じた、そう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 、たとえ、ね、小さくてもなんかこうギュッとなんかこう熱いものが詰まってる方がなんかみんなが見たいし、個人的な感情でガンとやってる人の方がいいかなと思います。なるほど、ということで、あっという間で安倍さんの、はい、そうですね、まず告知からいきましょうかね。はい、そうですね、あの私がですねプロデューサーを担当しているあの映画がありまして、あの君が君で君だという、いやすごい、タイトルがまずめちゃめちゃ最高ですね。すごい、すごいテンション上がる、すごい。ちょっと待って、どこにいた今それ。そうそうそう横にいましたよね。このタイトル見ただけでもう最高。この映画見たいなと思います。嬉しい。いや確かに。あ、阿部さんあのカメラに向かってちょっとチラシをぜひこう。ちょっと七夕7月7日から全国公開に、新宿バルト9ほか全国の劇場で公開になりますので、ぜひあのチェックしていただけると嬉しいです。主演が池松壮亮さん。水島慎之介さん、大倉浩二さん、この3方が大活躍してます。この愛は純情か、それとも異常か、いやいいですね素晴らしい、ぜひ純情の逆に異常があるとは、そうなんですよ、もうねこう表裏一体だなと、あ素晴らしい、いやぜひ皆さんぜひぜひ、よろしくお願いいたしま す、ということで、ではですね、はい、時間もないんで、今あちらに、ホワイトボードがあるんですけど、はいはいはい、あの後来たものですね、うんうんうん、じゃあまず朝月賞、朝月賞、朝月賞、はい、はい、そうですね、私あのとても映画が好きなので、あのマッツンさんのどの映画でもいいよがいいですね。おめでとうございます、朝月賞、マッツンさん、どの映画でもいいよ、じゃあ私からもいいですか、はい、坪田賞はですね、ドラさんの一口ちょうだい、あ素敵っすね、うん、これね素敵、I love you を訳したって思うと、うん、がぜん良さがね、うん、では、はい、
私がですね、はい、素敵だなと思ったのは阿部翔、はい、どうぞ。どんな下手でもあなたのファン、おー、ズキスさんです。ズキスさん、ズキスさん、どんな下手でもあなたのファン、なんかこう愛イコールなんかその相手を包容、あの包んであげるみたいな、そういうものが伝わるいいアイラビューだなと思います。特に僕らみたいなあのクリエイターは彼女とかそういう人がいたらぜひ行ってほしい。もうすごい元気になるとか慰められますね。ありがとうございます、はい。ということで、あっという間すぎて、もう本当バタバタと申し訳ありませんでしたが、でありがとうございます、はい。本日のゲストは阿部幸太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は坪田瑠衣と浅月のりこと、いやいやいや、2人、もう阿部さんはもう紹介した、はい、イカスサッカー天国、略してイカサク、また再来週お会いしましょう。バイバイ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。